はいどうも、こんにちは、元気です。本日やっていきたい企画はこちら！オリックス純正でございます。はい、こちらはまあ、オリックスがね、優勝したということで、oh, yeah. 阪神が優勝したら阪神純正やろうと思っていたんですが、まあちょっとね、オリックスもまあまあ優勝したんで、まあオリックスの純正の方やっていきたいなというふうに思います。一応阪神ファンの無課金ということなので、まあ、オーダーはちょっと D ランクが多い感じになっておりますが、そこはご了承ください。やっと、オリックス全部集めることができました。はい、ピッチャーも、こんな感じです。ですがです、ちょっとね、山本さんと金子さんは、普通にリアタイオーダー入れてて、ちょっと疲労してるので、山岡さんと長役さんがちょっと、まあ、リアタイで使えるピッチャーになってくるかなっていう感じですね。まあ、あと中継ぎは、まあ、荒西さん、比嘉さんあたり。まあ、この二人と、あと、ま、A ランク二人いるんですけど、ちょっとレベルがね、低いんで、まあ、ここをどうにか頑張っていきたいなというふうに思っております。はい。そして、打順。打順はね、ですね、今年のオリックスをできるだけ近づけようと思いまして、まあ、こんな感じの打線になりました。ですが、ちょっとね、この福田周平選手が、まあ、一個前のシリーズのやつなんで、センター守れるんで、一応セカンドで使っております。はい。で、4番のラオウさんは D ランクで、まぁ、ちょっと、クリーンナップの2人が D ランクという感じになっておりますけれども、まぁ、なんとか、勝てればなと、思っております。はい、それではやっていきましょう！さあ、先行いただきました。あ、待って、自陣は阪神から変えてね。やっちまった。全員阪神ユニでオリックス純正ですね。ごめんなさい。勝つ自信あんまないんで、まあ、ちょっと次の試合では帰ってきます。あ、やべ。あ、やばいやばいやばい。いや、打てん打てん。さまさたかさん。いや、唯一と言っていいほど、期待のバッターですね。いや、まさたかさんでなんとか、まさたかパンチ。まあ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 、オッケー。さあ、4番のラオウです。逆に、その、阪神が優勝逃したのも、このラオウさんみたいに、絶対的な4番っていうのがやっぱりいなかったですね。やっぱり絶対的な4番がいれば、もうちょっと後半も、打撃の調子よくいけたのかなっていう風な感じがしますね。はい、じゃあ、ピッチャー、山岡投手でございます。まあ、山岡投手は前、長打でも使ってたんで、まあ、なんとかなるかなっていう感じですね。オッケー、初級ピッチャーいな。いや、一試合目勝ちパイな、ちょっとな。次、オリックス自チームにするんで、なんとか。阪神ユニのオリックス純正と、普通のオリックスユニのオリックス純正できっと、両方勝ちたいですね。ね、やっぱり、当ててくる人と、あー、オッケーですね。オッケーです。いいね。ツーアウト。ちょ、ここ三者凡退で切りたいね。来年戻ってくるってなると、パリーグもね、また熱い戦いになってくるかなっていうふうに思いますね。トム帰ってたらヒット打たれましたけど、まあ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 、まあ、なんとかなる人。さあ、相手も吉田正尚さんに引っかかってますね。やっぱり正尚さんが今年ちょっと抜けちゃいましたけど、やっぱり首位打者取ったんでね、ほんとさすがですよね。優勝に貢献したのはもう、ほんと大貢献ですよね。やばい、フルカンの、ちょっと、縦カットいこうか、ちょっと甘めの。さあ。オッケー。球がここ、あ、ごめんなさい。え、やばい。やばい。いやー、超えねえか。甘い！いやー、危ねえ！ゲッツーか。きついな。あ、やばい。あ、やべえ。さあ、2試合目やっていきましょう。オリックスに戻してきました。というか、オリックスにしてきました。はい。
っぱり言っただけのことはありますよね、やっぱり。イチローさんぐらい、マジで。いやー、待って。えぐいな。先発やる体質じゃねえぜ。なんですけど。ああ、もう待って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 。あかんわ、マジで。バッティングちゃ、オッケー、ナイピー、はい、4試合目勝つまでやるよ、もう次の試合、こっちも先発できると思うんですけど。させたくない。よーのヒット系、福田周平さん、よーし、初ベース。ナイス、ガンスタンプ来た。オッケーよー、いいバント。よっしゃー、ここで正隆さん、いや、先制行きたいぞ。よーし。まあ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 、帰ってくる。よーっしゃ、初に初得点だと思うんで。いや、マジ嬉しいですね。1という文字が刻まれました。さあ、竹足。うわー、もう噛んだ、もう。ちょっと頑張りたいところですね。てか、よく見た竹足と、うわー、いやー。あー。てくれる、やばいやばいやばい、あやした、ぐい、はい、ここからは諸事情により音声を後付けでお送りします。はい、まずこういう感じで鈴木誠也選手にタイムリー打たれます。はい、ですが、ちょっとこの場面見てください。いい岡田選手から。それマジで奇跡なんで。初球はファール。ですが、この2球目。このお化けフォークを捉えて、なんと D ランクでホームラン。これは人生初です。いや、奇跡としか言いようがありません。もうね、ほんと打った時、うわーなってましたけども。さあ、そして続いての、ジョーンズ選手。もう続く2球目、フォークを捉えて、なんとこちら2者連続ホームラン。そして T 岡田選手のホームランは、ショート動画にアップしているので、そちらをご覧ください。浮かれている間に、山川選手にタイムリーを浴びまして、そして、吉田正尚選手が最後ショートゴロに打ち取られる。試合終了。その後も打たれ打たれ、こちらも掛布選手にタイムリーを浴びるなど、失点失点を重ねます。そして味方チームは打てず打てずが続き、敗戦を続けていきます。もう何試合やったでしょうか、本当に自分でも分からなくなってきましたね。はい、クロマティ選手ないバッチリとしか言いようがないですね。はい、そしてこの太田テンプロは、いやもう、行くな行くな、さあもう何試合目でしょうか、自分でも分からなくなってきましたが、茂木選手を抑えていきましょう。ピッチャーは金子選手です。2球目のスプリット、小さい方を打ち上げまして、セカンドフライ。ここはもう三者凡退で終わらせたいイニングですね。やっぱり初回の守りからこう流れを作っていきたいところ。さあ2番は谷選手、高めのストレート、こちらファール。そして2球目のスプリット、大きい方、こちらもファール。さあ奪三振レベル1が発動。
こちらもファール、3球連続ファールです。さあ大きい方のスプリットを続けていきます。引っ掛けてサードゴロ、2アウトです。さあいい形で2つポンポンとアウトを重ねていきます。3番はホーナー選手、ストレートを打ち上げてセンターフライ、中川選手が取りまして3アウト。初回は無失点で終えます。さあお相手の先発は今永投手です。なんとか打ち崩していきたいところ。さあ1番の福田周平選手、ミートが3とパワーが10という、なかなかな成績ではございますけれども、初球を打ってレフト線落ちます。これがツーベース。そして2番の宗選手、先ほどの先制点のようにここはしっかりと1点を取っていきたいところ。宗選手もこれはセカンドゴロですが、ランナーが3塁進みます。さあそして吉田正尚選手、犠牲フライを今日放っています。初球のストレート見逃しました、ボール。2球目のスライダーを打ち上げて、こちらも先ほどと同じような犠牲フライ、オリックス先制。この1点を守り抜くか、それとも追加点となるか、4番のラオウ選手。こちらはボテボテのピッチャーゴロですが、この回1点を先制。さあこの2回の表を守り抜けば初勝利。山田哲人選手、長打力があります。低めをついて長打だけは避けたいところ。初球の大きい方のスプリット見送りました、ボール。2球目の小さい方のスプリットは空振り。3球目も大きい方のスプリット、こちらは三遊間を破っていきます。先頭バッターを出塁させてしまいました。さあここで岡本選手、今年のホームラン王です。チェンジアップはファール、高速シンカー、これを引っ掛けますか、ファール。高めのストレートで盗塁を警戒します。さあ走ってこない、低めのスプリット、大きい方のスプリットでサードゴロ、これはダブルプレーにはならず、ワンアウト二塁。さあそして相手の S ランクの杉本選手、こちらの杉本選手はボテボテのピッチャーゴロでしたが、こちらは引っ掛けてのサードゴロ、2アウトです。さあオリックス純正初勝利まであとアウトは1つ。ここでまた一発のある山川選手、引っ掛けてファール、ノーボールワンストライク。2球目、こちらも大きい方のスプリット、ここは見ますですが、大きい方のスプリットを続けていきます。こちらも引っ掛けてサードゴロ、試合終了。オリックス純正で初勝利をつかみました。いやー長かった、本当に長かったですね。撮影時間がリアタイだけで1時間ぐらいかかってるんで、まあ2時間ぐらいは多分かかってますね。いやー長かったですね。このまま日本一目指して頑張ってください、オリックス。来年はね、また関西ダービーで日本シリーズができるように、またね、阪神の方も、ね、応援していきたいと思いますので、ぜひぜひね、チャンネル登録と高評価の方も押していただいて、一緒に応援しましょう。はい、ということで、オリックス純正の試合は、これで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価、ベルマークの通知登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。